東北自動車道十和田インター近くに青山製鋼はあります。青山製鋼は昭和44年青山鉄工所として創業。現在では鉄系、非鉄系金属加工をはじめ各種省力機器の設計から製作、組み立て制御までを一貫して行っています。特に軟接削材や高税制材のセラミックスの加工に自信があります。ウルトラソニック50は特殊ダイヤモンドツールを使用し、セラミックス、ガラス、サファイアなどの高税制材の加工をいたしております。ウルトラソニック50が入ることによって、まあその日に例えば図面が来て、まあ、次の日にはお客様の方にお届けするような感じで今は加工しております。お客様はすぐにでもですね、あの品物が欲しいというのが、まあ、心情だと思います。それに、まあ、弊社ではあのすぐに答えることができるようになりましたので、そういうところからお客様から、あの青山製鋼は早くなったねというような言葉をあのいただいております。平成13年、秋田県では加工が困難なためセラミックス加工には多くの企業が手を出さなかった。青山は言った。誰もやっていないことだからこそ俺たちがやるんだ。耐摩耗性、耐熱性に優れたセラミックスだったが、その脆さが弱点だった。マシニングセンターでは常に加工物に力が加わっている。セラミックスはそういう力に弱い。セラミックス事業部総括の塚田は試作品を作っては青山と検討を重ねた。やはりかける頻度が高い。マシニングセンターでは限界だった。平成18年、青山はドイツからウルトラソニック50という超音波加工機を導入。毎秒2万回振動する先端部がセラミックスを含む税制材の加工に道を開いた。この機械と今まで培ってきた技術で青山製鋼は税制材の加工に先駆的足跡を残した。またどんなものでも切断加工できるウォータージェット加工機の導入により、熱に弱い素材や複合素材の加工も容易に行えるようになりました。クリーンな加工が行えるため、今後医療関連や航空機などあらゆる産業への進出も期待されます。まあ、そもそもこのウォータージェット加工機とですね、ウルトラソニックの場合ですと、まあ、よそでない設備でありますし、またそういう意味では加工する部品ですね、これも案外よそでこう避けて取っているような部品をですね、我々はあえてそれに挑戦しております。まあ、そういう意味では今後まあその技術が元となってですね、いろんなこう材質のですね、他社でできないものをね、我々がもともと加工していきたいと思ってますし、今後新素材というのもですね、まあ、世界見たときには我々の知らない素材が、ね、まだまだ出てくると思うんですよね。そういう意味では我々はこれのウォータージェットと、まあ、ウルトラソニックをベースとしていろんな加工技術をですね、他社にない技術を先駆けてですね、まあ、やっていきたいなと思っています。そういう意味ではいろんなこうニーズがですね、出てくると思っています。今も現在ですね、出てきている状況にあります。どちらかというとカズノは疲弊しているカズノという感じが受けるわけなんですが、やっぱりものづくりがあってですね、将来をこう生きていくための若者たちはですね、まあ、まずはここでもね、そういうものができるんだということをね、自分たちがやってみて、そして結果をね、こう残していただきたい。そのために我々もやはりここではこう雇用を維持していかなきゃならないという、そういう責任がございます。
あとそれとまた周りのそういう教育機関もですね、それと同じような目的で持ってできれば、若者もここでは十分にものづくりとしてはこう業を成していけるのかなと、そのように思っております。